にちは。今日この後の天気をお伝えしていきます。まずは現在のお天気、皆さんからいただいておりますウェザーリポートでご紹介をしていきたいと思います。こちらは神奈川県藤沢市の方からいただいたリポートです。風がとても強いということで報告をいただきました。この後も風の強まり注意が必要になっていきそうですね。そしてもう一枚、こちらが北海道からのリポートです。雪が溶けアスファルトが出ています。道がぐじょぐじょということでいただきました。現在雨の報告をいただいている北海道なんですが、雪の残っているエリアでは雨の影響で路面状態の悪化が心配されそうです。それではこの後のお天気どのようになっていくのか、アイコンで確認をしていきます。本日27日のお天気アイコンです。今日は低気圧から伸びている前線の影響を受けまして、日本海側のエリアを中心にこの後雨が強まっていくようなエリアが多くなっていきそうです。そして沿岸ほど風が強まっていきますので、大雨嵐アイコンなどがついているエリアもありますね。こちらでは、丈夫な傘であったりレインコート、レインブーツなども活躍するようなお天気となっていきそうです。あとは全国的に風が強まっていきますので、関東の南部のエリアでも一時的に風がこう強まるタイミングが出てきそうです。洗濯物など外干しされている方は飛ばされないように十分に注意をしてください。西日本のエリアでも日差しが届いているエリア、こちらでは油断せず、この後雲が広がりにわか雨などの可能性も出てきますので、空の変化に注意が必要となっていきそうです。そして雪の積もっているエリアの方々は、今日は雪ではなく雨が降るところが多くなっていきますので、雪解けによる路面状態の悪化、あとは屋根からの落雪に十分に注意が必要となっていきます。以上、全国の天気をお伝えしました。それでは午後も頑張っていきましょう。